世界最大の内海である地中海、その東部に広がるエーゲ海の周辺地域でギリシャ美術は生まれました。地中海性気候に属する自然環境や海上を介した交流を通して、古代ギリシャ人の美術や思想は育まれていきました。天理参考館にも古代ギリシャに関する資料が数多く収蔵されています。そこで今回は参考館の資料の中から古代のギリシャ美術に関するものをご紹介いたします。古代ギリシャの美術史は、先史美術、幾何学様式美術、アルカイック美術、クラシック美術、ヘレニズム美術と大きく5つに分類することができます。紀元前3000年頃から紀元前1000年頃まで続く先史美術の時代は、青銅器によって文化的な飛躍を遂げ、キュクラデス諸島やクレタ島、ペロポネソス半島などに文明が栄えました。こちらの金で作られた杯は、ペロポネソス半島北東部で栄えたミケーネ文明のものです。ミケーネの遺跡からはいくつもの黄金の装飾品などが発見されており、この杯からも黄金のミケーネと呼ばれる豪華なミケーネ文化の一端を垣間見ることができます。雲を切り裂くように飛翔する鳥が描かれているこちらの短剣、金属の絵画ともいわれるニエロ象眼という手法で文様が施されています。同じようなものはおよそ20点ほど発見されているのですが、日本国内でこの短剣を収蔵しているのは参考館だけだということです。この時代の文化が後に地中海全域に広まるギリシャ文化の準備段階であったといえます。さて、こちらの陶器はミケーネで交易のために使われていた壺です。文様が描かれていますが、これらはフリーハンドで施されたものです。紀元前1000年頃、こうした文様とは一線を画すものが出現します。こちらの陶器に見られる定規やコンパスの原理を使用した直線や曲線の文様が特徴となる幾何学様式美術の時代の到来です。この幾何学文様は次第に人間や動物が構図の中心を占めるようになり、イリアスやオディッセイアといったホメロスの叙事詩が登場すると、伝説をテーマとした構図も数多く見られるようになります。女性の顔に鳥の体、こちらに描かれているのは神話に登場するセイレンという伝説上の生物です。紀元前700年頃になると、交易活動や植民活動の活発化に伴い、エジプトなどの東方地域から植物門や動物門といった
新たな文様がもたらされました。この新しい文様が主流になる時代の美術をアルカイック美術と呼びます。都市国家の一つであったコリントスではこうした東方起源の文様を取り入れてコリントス式陶器を作り出し、ギリシャをはじめ地中海域に広まっていきました。コリントス式陶器にはひっかいて文様を刻む技法が用いられており、この技法は後に別の地域で発展し黒絵式と呼ばれる表現技法が生み出されました。この黒絵式は文様のシルエットを描いた後、先の尖った道具で図柄の細部を削り落とします。線の特性から少し硬い感じを受ける絵になってしまいます。そこでさらに工夫が重ねられ、今度は赤絵式という表現技法が考え出されました。赤絵式は文様のシルエットを残して周囲を塗りつぶし、細かな線を筆で描き入れていきます。そのためより自然で豊かな表現ができるようになったのです。切れ長の目尻に額部分から長く伸びたノーズガード、こちらはコリントス式兜と呼ばれるものです。この兜は一枚の青銅板を叩いて伸ばし形成したもので、イスラエルやイタリアなど地中海沿岸の至る所で発見されています。古代ギリシャでは植民活動や都市国家間の抗争のため戦闘も数多く繰り広げられました。時代は進み、ギリシャ美術はその最盛期であるクラシック美術の時代を迎えます。こちらの陶器に見られるように、最も好まれたテーマは人物が主体となって描き出される神話や歴史です。この時期に入るとより高度な描写力と表現力で描き出されるようになります。こちらの像の破片はアルカイック時代のもので、表情にアルカイックスマイルという微笑をたたえています。しかしクラシック時代に入るとこの微笑みは姿を消すことになるのです。それは顔の表情に頼らず象の体全体を使った表現がなされるようになったためです。こちらは金の板で作られた月桂樹の冠です。この形の冠を見るとオリンピックを連想される方もおられるのではないでしょうか。古代ギリシャでは現在と同じく4年に1度オリンピックが開催されていました。当時のオリンピックは神を讃える祭典であり、宗教的な意味が大きいものでした。こちらのコインには大帝国を打ち立てたアレクサンドロス大王が描かれています。
このアレクサンドロス大王が没した紀元前323年から紀元前31年までをヘレニズム美術の時代と呼びます。大王の死後、ギリシャにはいくつもの王国が成立します。社会では経済活動が活発化し、市民の生活も向上しました。特に富裕層の市民は王宮の生活を模倣し、自分たちの邸宅を飾ったり装飾品を身につけるようになりました。こちらは当時の流行のスタイルに身を包んだ女性の像です。ヒトンと呼ばれるヒダの美しい服にヒマティオンという上着を身につけています。当時の女性たちはこの服装をいかに着こなすかということに心血を注いでいたといいます。像の制作者も服のひだを美しく表現することが最も大切な課題でありました。一つの時代を築いた古代ギリシャは後にローマによって支配されることになります。しかしギリシャ美術の精神や技術は失われることなく、ローマ人によって継承されていくことになります。長い年月の中で培われてきたギリシャの古代美術、異文化であるギリシャ美術が現在の私たちにも魅力的であるのは、人々の憂いや喜びといった精神の両面が切実に表現されているからでしょうか。あるいは神話の神々を信じていた古代ギリシャ人の信仰が私たち日本人の八百万の神々への信仰とどこか似ているからなのかもしれません。